劇ですよ。2週目ぐらいにやっぱりちゃんと1週間見た人が口コミでみんな面白いっていうあたりでこうやってイベントをやってまた広げる。これ本来の映画で。でもね、嬉しいですよ。でもまだご覧になってないですよね。いやいや、もう OK。 本当はね、これアバイバルフーン T シャツとかで今日出ますんで、ああそれはもう皆さんよろしくお願いします。トラバース塩山天監督ね、本当トラバースでお世話になりましてね、もう天さんいなかったらトラバス完成してないという、ね、もう本当にここでもう高らかに言っちゃいますけど、うん、どうか島根天監督のアライブフン、ぜひ皆さんこれ撮っちゃおう、うん、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、もう今快進撃ですからね、もう海外もねもう決まりつつありますし、これ終わったらまず師範の感想を、はい、楽しみにしててください。どんな感想なのか。いや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 、普通のお客さんじゃないですからね、こうもうねこっちの人だからこういう、まあ、形違いますけど、はい、カーアクション映画なんで。アクション映画ですもんね。この本物 の、 いやいやアクション俳優がどうリアクションするかっていうのがもう天監督のね、もうこれからね海外、日本国内もねもちろんですけどね、海外にもねこれね出ますんで、ぜひ。あとあれですね、師範と共通するところあると思いますよ。あ、そうです。間違いなくこれ車の格闘技として僕にご覧になるんで、うわー楽しみですね。だからある意味こうなんて言うんでしょうね、そのボディファイトとは別な、はい、こう日本のこのね技術の結晶のやっぱこう車対車の格闘技ふんだんなんで、どうリアクションするか楽しみですね。です。実はですね、また皆さん ぜひまたその節はお力添えになる、本当にトラバス頑張りますので、はい、はい、お願いします。とりあえずアライブフーン皆さんよろしくお願いします。見てください。じゃ今から自分楽しみに見ていきます。映画トラバースでも監督のね補佐で、大変お世話になりました下山天監督の最新作アライブフーン、今名古屋のね、ミッドランドシネマですかね、で鑑賞終わりました。もうね胸が熱くなりましたよ。もう本当胸が熱くなるね、なんかね我々やっぱりこう年齢的にね、そのなんかこういうのって胸がすごい熱くなるですね。あの昭和のねトラバスもね、映画トラバスも昭和の匂いがねする映画ですけどね、もちろんこう e スポーツとかね、ドリフトとかこう新しいジャンルですけど、やっぱり、ね、テーマとかね、やっぱりこうまあ なんですかね、試練を得てもねそこからきちんとこう復活していくというか、心がねやっぱ人間ってやっぱりいろんなことで一つのことを突き詰めていくといろんな試練に出会うじゃないですか。でもそこに負けずに、そこは立ち上がるという部分もちゃんとね映画の中にこう、だからドラマの部分がね、もちろんドリフトすっごい迫力でしたけど、まあね、なんか自分なんかはねやっぱりそのドリフトでもきっと他のレースでも、まあ、自分なんか空手家ですから、空手でもねどんなことでもねやっぱり共通して言えることは、やっぱりその主人公のね、あれ小一さんですかね、小一さんとかもね、なんかどっかでこうコンプレックスがあったりとか、なんか偏っていることとかあったりとかね、自分なんかもう空手しか空手出会う前は本当 ね何もなかったんですけどね、でも空手に出会えて、まあ、これだとドリフトに出会えてとかね、 e スポーツに出会えてとか、それでね自分の好きなことに本当はね才能が隠されてるっていうこともあるんですよ。ただねその楽はできない、ね、やっぱり試練が必ず待っていて、どんなものでも追求していくと試練が待っていて、でそこに突き当たった時にそれを乗り越える勇気というかね、でそこはね一人では乗り越えられないということもちゃんとテーマの中にあるんですね。これも本当にね心を打つっていうか、やっぱりチームというかね、もうみんな、まあ、周りの人たちとかね、そういう人たちのもうみんなの心に支えられて、その試練を乗り越えて、で最後はねまあこれてっぺんやった人が勝つっていうね、これね心の中にね
体の航空界のコンセプトでもありますし、トラバースっていうのはね、乗り越えるという意味なんですけど、自分を超えろってね、あの陣内さんが叫ぶシーンがあるんですけどね、これグッときましたね。もうやっぱり自分を超えたいというコンセプトがね、だから自分を超えろっていう、これは本当非常にあの心打たれた、セリフでもありました。あれ不運で皆さん、あの本当胸熱くなる、本当にいい映画ですので、ぜひ皆さんアライブフーン劇場に見に行ってください。柴田監督おめでとうございました。アライブフーン最高でした。全てを熱い方向に託して。